現役プロ野球選手では史上初の試み、メジャーリーガーのようなロン毛で注目を集め、投げては3年連続2桁勝利の西部のエース高橋光成、26、が、現役選手としては、異例の挑戦、をしようとしている。昨シーズン終盤、高橋が見たことのないグローブを使っていた。それについて本人に尋ねると、これですかあ、そうなんですよ。 自分でスポーツブランド作っちゃいました、とにんまり、昨シーズン、自身のロン毛をモチーフにした、なりきりグッズをプロデュースした男が、今度は自らの、スポーツブランドを作ってしまったのだ。好奇心旺盛なんで、やりたいと思ったらすぐやりますよ、と話し、ブランド作りのきっかけは、メジャーリーグで活躍するブルージェイズ菊池雄星、32、だったという。去年、 メジャーで使ってたんですけど、優勢さんがグローブを作っていたんです。売ったりはしてないんですけど、作れるっていう事実を知って。僕ももともとグローブが好きだったので、じゃあ自分のブランド作っちゃえって作りました。と西部時代からの大先輩にインスピレーションを受け実現に至った。やると決めたらすぐ動く。22年シーズンのオフから始動し、グローブの生地や形。 大きさや厚みなど自らサンプルを確認しながら最高の形を模索し、去年9月頃に完成。ブランド名はドミネート、支配する、の、D、キングの、K、そして三振やスリーアウトなどの意味を持つ、3、お加え、DK3、DK3、と命名した。投手用のグローブをはじめ、キャップやアンダーシャツなど他の野球用品も展開予定。今後、 正式に発表される。考え抜かれた名前には、マウンドって孤独なんですけど、DK3 を見て、よし、支配するぞ。という気づけられたらなと思って、と願いが込められている。さらに、野球人口も減っていますし、プロ野球選手を知ってもらう一つのきっかけになればいいですね、と日本の野球人気の復興にも思いを寄せた。